本殿総門総九姫神社は、大分県大分市にある神社、式内社で、旧社格は、県社、別称、関の権現様、八十大津日神、大寺家日神、住吉三神、中津津のお神、右派津のお神、大中名原初心を祀る。神社の縁起によれば、紀元前667年に、 神山と言わレヒコの村が統制の途中で、即旧の瀬戸を通りかかった折に、天の姉妹の黒砂、マサゴの二神が、潮の流れを沈めるために、海底から大凧が守っていた神権を取り上げて、神山と言わレヒコの村に奉検したところ、神山と言わレヒコの村自らがこの剣を、ご神体として、原江戸の神を建て祭り、建国を誓願したのが始まりであるとされる。その後、大宝元年に、 現在の場所に潜座。慶長5年には戦火によって社殿を消失したが、熊本藩の所領となり、慶長7年に加藤清正によって再建され、その後も歴代熊本藩主細川氏によって造営された。2004年3月には、本殿、宗門、社家が大分県の有形文化財に指定されている。長い間神殿を守護していたタコは神社の県属とされており、 使える新職は一切口にしない。現在でも参拝者の神願成就を書き入れたタコの絵を奉納し、タコ立ち祈願が行われている。毎年5月上旬富士祭りが行われ、7月には大祭が行われる。大祭では、出汁やみこしが町内を回る。拝殿の屋根はこの地方独特の瓦技法を伝える。屋根で浦島太郎や三重塔などのユニークな瓦が乗っている。 ありがとうございます。